様こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日はですね、こちら見えるかな、インターンペットズで、こちらですね、こちら第8回インターペット2018に参加してきました。わーいもうね、前回ニャンだらけっていう猫の祭典に行ったんですけれども、そこに行った日からもうずっと私はこれを、この楽しみを糧に普段今までのお仕事を頑張ってきました。辛い残業にも耐えて、はい、でこちらに行ってきたので、今日はこちらで買ってきたものの購入品のご紹介になります。で、買ったものがもう本当にえげつないほど量が多いので、ちょっと買ったものの一部をまず先に見ていただこうと思います。どうぞ。はい、ちょっと床にね、どさっと置いちゃってるんで汚いと思うんですけど、これが買ったものだったりもらったものだったりします。このね、ゴンタさんでもらったこの大きい袋がすごく優秀っていうか、いっぱい入ってもうボコボコ詰めちゃってます。こんなのが一番ものが多いと思います。はい、本当にえげつない量買ったので、多分動画長くなっちゃうと思うので、多分パート1とかパート2とかに分けて投稿するかなと今は考えています。はい。まあ、私なんかの購入品にご興味のある方はぜひご覧いただければなと思います。それでは、スタート!はい、まずに、インターンペットについてなんですけど、なんか日本最大級のペット関連の、何?即売会っていうのかな?なんか、コミケのペット版みたいな感じにイメージしていただければいいのかなと思うんですけど、ブースがとにかく広くてですね、こんな感じ、わかるかな?こんなにブースがいっぱい出てて、この間行ったペット博の何倍も本当に大きくて、なんか企業もいっぱいあって、本当にたくさんお金を使ってきてしまいました。はい。まあ早速、もう量が多いので、なんか手に取った順に紹介していきたいと思います。ではまず、こちらのブースで買ったものからご紹介していきたいと思います。もう私は一番これ目当てで行きました。ここのご飯知ってる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、ここのブランドのご飯って普段めちゃめちゃ高いんですよ。結構ワンちゃんと猫ちゃんの缶詰で有名だと思うんですけど、一缶1000円とかするんですけど、だいたい半額ぐらいのお値段で今日は買うことができるっていうことだったので、もうこれがね、楽しみで楽しみで仕方がなくて行ってきました。では、ご紹介をしていきたいと思います。まずね、これ定番のパンフレットでーす。こんな感じで入ってますね。はい。では、まず、ワンちゃん用のご飯からご紹介したいと思います。あ、ちなみにうち犬と猫両方いるので、犬と猫の両方のものを買ってきましたので、紹介したいと思います。まずこちらの缶詰2つです。こっちが、うさぎ肉の缶詰で、こっちがトラウトっていうお肉の缶詰になってます。これも確か1個500円で買うことができました。とってもお得ですね。はい、まあ、量が多いのでね、パパパパッと消化していきたいと思います。続きまして、猫ちゃん用になるんですけど、こちらです。この3種類買いました。これがチキンとレバーミックス、こっちがビーフとレバーミックス、これがビーフ&チキンハートミックスっていうものです。ハートってなんだろう、心臓ってことかな。はい、ちなみにこちらだ、この子たちはドイツのご飯になります。はい、これもね、普段1個1000円とかするんですけど、これも今日500円で買うことができました。はい、早く食べさせてあげたいなと思います。これはここのブースでもらったかわかんないんですけど、あ、全然違うわ。多分
これ最初買ってこれ手に持ってたんでサンプルとかもらったのもどん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 この中に入れちゃってたので、ここのブランドとは全く関係ないんですけど、ご飯のサンプルもらいました。これがフローラケアっていう、なんかスマックさんから出たなんか新しいご飯みたいですね。はい、まずこちらで、次にやこちゃんのおやつチーズ味、こんなのもらってたんだね、全然記憶にないあとこれちょっと贅沢なおやつ、うまみチーズサンド、あこれワンちゃん用かな、ワンちゃん用ですね。うちのワンちゃんチーズアレルギーなんでこれはちょっと食べさせられないですね。知り合いのワンちゃんにあげようかと思います。はい、はい、まあ、ここのブースとは全く関係のないものもご紹介してしまったんですが、こんな感じです。ちなみにここのブランドなんか新しい缶詰を出すみたいで、今日はまだ買うことができなかったんですけども、実物見てきました。なんか缶詰が本当に可愛くてインスタ映えしそうなパッケージをしてますね。はい、発売されたら買ってみようと思います。まあここは以上になります。続きましてこちらのこの会社ね、わかる？この会社です。見たことある方いらっしゃると思うんですが、ちょっと読み方わかんないですね。ちょっと間違えてても嫌なので読まないんですけど、こちらのお店で買ったものじゃないものも入ってるんですがご紹介していきます。これもね、本当にボン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 詰め入れられるので、ボン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 入れちゃったんですけど、もらったものも、まずこちら、アンチョビ、第一主原料がアンチョビの、ちょっとなんていうドッグフードかわかんないんですけど、第一主原料がアンチョビのドッグフードになります。はい、これなんかお腹のケアができるご飯っていうのをなんか売り子さんが言ってて、でうちの子ちょっとお腹壊しやすいのでいいかなと思って買ってみました。はい、何キロだろうこれ、1キロかな、1キロもない気がするけど、あ、907グラムって書いてあった、907グラムのものです。これいくらだったかな、でも多分会場価格で1500円くらいだったと思います。ちょっと値段忘れちゃったんですけど、はい、で続きまして、あとなんか猫ちゃん用のここと同じ会社が作っているキャットフードのサンプルもらいました。これがミスターフルーツライトっていうものです。はい、続きましてこちらの缶詰3つ、これはキャットフードになりますね。まずこちら、このやつが香り豊かなチキン、エンドウ豆と人参添え、ナチュラルグルメ感っていうものです。続いてこちらね、オレンジ色、絶品の組み合わせ、マグロとチキンとパパイヤ、ナチュラルグルメ感。はい、で最後こちらが絶品の組み合わせ、サバとチキンと白ぶどう、ナチュラルグルメ感。こちらを3缶買ってきました。あと関係ないところで買ったものですね。まずこちら、あ、これもあれだ、同じところのブースでもらったやつです。ここでフォルツァ10って読むらしいですね。ここに書いてありました、フォルツァ10。これはワンちゃん用のご飯ですね。もらいました。はい、ここからが全く関係のないところで買ったフードになるんですけど、こちらこれがミルクドロップス、ワンちゃんが安心して食べられるミルクドロップ。ドロップってことはアメちゃんってことかな。はい、ミルクたっぷりワンちゃん大満足、英国王室御用達、愛犬用ミルクドロップ、カルシウム配合、生検高齢一犬にもって書いてある。
てあるね。でこっちが面白いのがですね、チョコドロップなんですよ。え、ワンちゃんとか猫ちゃんチョコ食べれないじゃんって感じなんですけど、カカオは一切使用されていないものらしいです。でチョコ感が全くなくなった気がしますけど、なんかチョコって聞いて面白いなと思って買っちゃいました。これが100円でした。100円だったからね、買っちゃうよね。はい。であとこちら、こちら見たことあるそうと思うんですけど、歯磨きシートです。これ普段500円ぐらいすると思うんですけど、会場価格で200円で買うことができました。これが一番売れてたかな。なんか目のケアとか耳の拭くやつも出たんですけど、これが一番売れてる感じがしました。この紙袋に入ってるのは以上ですね。あとはパンフレットとか、いろんなところでもらったいろんなパンフレットが入ってます。これ袋めっちゃ可愛いですよね。このワンちゃんの、ワンちゃん狼のやつすごい可愛い。ちょっと普段使いしたいぐらい可愛い。持ちよくてもね、ちょうどよくていいですね。続きまして、超有名なところロイヤルカナーさんで、これは買ったものではなくて、なんかセミナーをロイヤルカナーさんのブースではやっていて、そのセミナーを聞いた人にだけもらえるっていうなんか特典をいただきました。裏面がね、ワンちゃんの絵になってます。これシェパード犬かな、シェパード犬っぽいけどどうなんでしょうか。はい、あ、こんな感じでインターンペット2018なんか横がね、パンフレットが入っていて、まず一つ目がこちら。多分これボックスティッシュだと思います。ここに切り取り線が入ってて、多分ボックスティッシュだと思います。いろんなワンちゃん猫ちゃんのイラストが描かれているものですね。かわいい。これ会社に持ってこう。はい。続きましてこちら、これがですね、すごいかわいいんですよ。こんなのタダでもらっちゃっていいのって感じなんですけど、見てください、タンブラーなんですよ。ワンちゃん猫ちゃんのイラストが描かれてます。すごくかわいくないですかこれ。え、こんなの本当にもらっていいのって感じなんですけど、これもね、会社用のタンブラーとして持っていこうかなと思います。はい、ロイヤルカナンさんでもらったものは以上となります。これ袋もかわいいですよね。ね。続けましてこちら、フィッシュフォードッグズかなで買ったものをご紹介します。こちらはドッグフードしか売ってませんでした。はい、こちらの2種類のドッグフードを買いました。こちらがですね、白身魚が第一主原料となっているドッグフードです。だからドッグフードで魚が使われているものって珍しいなと思って買ってみました。まずこちらが1つ目で、次こちら、こちらがですね、サーディンが第一主原料のドッグフードとなってます。はい、なんかアレルギーを持ってるワンちゃんとかにいいご飯っていう風にお店ブースのスタッフさんは言ってました。はい、食べさせてみるのが楽しみです。ちなみになんかこういうジャーキーをおまけとしていただきました。タラの皮を乾燥後四角形に圧縮しただけのシンプルで低カロリーなデンタルケアトリーツ。へえ、デンタルケア系は嬉しいですよね。歯磨き難しいんで、はい、こちらもらいました。あ、ちなみにこれがパンフレットですね。お腹が弱い、老けが気になるとか、いろいろ書いてある。あとゆっくり読もうと思います。こういうね、フードのパンフレット見るのが私すっごい好きなんですよ。なのでこれパンフレット系はたくさんもらってきてしまいました。はい、あと買ったのがこちらの2つの缶詰です。こんな感じで、これがこれカンガルー肉の缶詰で、こちらがホキっていう、ホキって魚の
缶詰です。はい、ちょっとあんまり詳しくないんでわかんないんですけど、こちら2つ買いました。はい、ここのブースで買ったものは以上です。はい、一旦パート1としては動画は一旦ここまでにしたいと思います。続きはまたパート2の動画でご紹介できたらなと思います。それでは最後までご視聴していただきました皆様、ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。